イーノック、お前ならすぐに見つけられるさ。私だ、イーノック。今日は人の体を借りてきた。我々は常にお前のそばにいるぞ。あんたを見てるとなんだかほっとけなくてよ。探している人たち見つかるといいね。焦る必要はない。時間はいくらでもあるんだ。そう、いくらでもな。タワーを探しな。堕天使はそこにいる。イーノック、アザゼルがあなたを狙っています。これからは名を隠しなさい。どこにも存在せん幻じゃ。お前と一緒じゃ命がいくつあっても足りないよ。心配するな、ハドラニエル。お主は四大天使に守られておる。私もうすぐ結婚するの。あなたみたいにいつまでも若くないし。お前はなぜ年を取らんのじゃ。永遠の命を持つ者などいるものか。ネベドを抹殺せよ。お前には不死の力が与えられたのさ。あいつらを連れ戻すまで旅はいつまでも続くぞ。ん？私か。私はいつまでもお前のそばにいるよ。ミドラッシュ、ラファエルからあなたにプレゼントがあるさ。この七つの湖は100年前にできたんだってさ。なるほど、ここに降り立ったわけか。あいつらの居場所も近いかもな。私はタワーから来た。諦めの悪い。警告を無視するつもりか。動き続けて。
これ以上選択を誤るな。それではきついだろう。アーチを奪え。やっと見つけたな、イーノック。ざっと300年くらいか。意外と早かったな。あれがウォッチャーたちのいるタワーだ。なかなか見つけられなかったのは、タワーのある空間が巧妙に帳で覆い尽くされていたせいだ。さあ、イーノック、タワーを目指せ。打天使たちを捕獲しろ。発見が遅れたのは、
タワーのある空間が帳によって巧妙に覆い尽くされていたためである。切り裂かれた次元の向こうには堕天使たちが築き上げた巨大なタワーとその周囲に広がる都市があった。